こんにちは、奈良明です。今回のゲストなんですけど、僕の、みんな後輩なんですけど、その中でも可愛い可愛い後輩で、今では鹿島の顔と言ってもいいほどアントラーズにすっかりどっぷり馴染んでると思ってます、長木亮太選手です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。加入してもう3年目。3年目です。もう3年なのね。そうですね、気づけば。いろいろとたくさん、聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。というわけで今回は長木選手をゲストに迎えて、サッカーの話はもちろん素顔の長木亮太選手をじっくりたっぷり掘り下げていこうと思います。それでは YouTube プレゼンツアントラーズリポートプレイヤーズエディションスタートです。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。この番組は、なるべく、いろいろな、素顔の長木選手の話も、聞きたいですし、やっぱりリラックスして、話を伺いたいということで、みんなからはなんて呼ばれてるの？亮太。亮太ですね。で、僕もいいですか？僕はてめえなんか自分では東証とかそうやって言ってるんですけど、東証って言うとあんま呼ばれたことないけど、俺多分俺一人だけだと思うんだけど、戦うっていうところが出てる。じゃあ亮太って呼んじゃっていい？あ、全然。亮太って呼ばせていただきますが、亮太も僕も湘南ベルマーレで、僕の時はベルマーレ平塚という名前だったんですけど、そこからアントラーズに移籍してきて、そういうこう可愛い後輩ということで、今日はいろいろと突っ込んだ、話をするんですけど、その前に、ちょっとだけ湘南の、ベルマーレのお話をしていきたいんですけど、で僕が、当時平塚で、初めて J リーグで戦ったのが1994年の前から、プレーしていたんですけど、そういうとこでもなんか湘南の暴れん坊って言われて、今でもね、そのベルマーレは湘南の暴れん坊って言われてるんですけど、僕の時もそうですけど、あまりこうバランスをこう考えずにこうみんなで攻めて、みんなで守るっていうか、サイドバックは上がってたっていうところがあったんで、みんなで守って、とにかくこう総力でこう勝負しようという、スタイルだったんですけど、亮太がこう、ベルマーレで、プレーしていた中で、実際そのやってた当時の、そのベルマーレのスタイルっていうのは、特に最初の方は、もう本当にそれこそあんまりバランスとか考えずに、ボランチからも、ボランチ、ダブルボランチだったんですけども、2人攻撃行ってもいいよぐらいの、でもどんどんもう追い越して追い越してっていうのが、基本だったんで、バランスとか全然考えてなかったんですけど、それでなんか勝てないなってなってきてから少し考え方を変え始めて、やっぱりその鹿島に入ってきた当時っていうのは、周りがうるさいというか、結構こう言ってくれる人が多分いたと思うんですけど、ベルマーレの時はどっちかっていうと多分亮太がこう言ってたのかなっていう印象あった中で、どうですか、こっちに来て、アントラーズに来てこうかなり苦労したっていうところはありますね。あります。チームのそのスタイルっていうのが、まずそのスタイルが全然違ったんで、まずそこにこう慣れる、頭では分かってたんですけど、やっぱりプレーするってなるとどうしてもバランス取ったりっていうのは口では簡単なんですけど、こうプレーするのでなかなか難しくて、それこそいろんな周りの選手からこう結構言われたりとかもしたし、そういった部分でも全然違ったんで、戸惑いながらやってましたね最初は。やっぱりほら亮太はね、ボランチで、真ん中のさこう軸でもあるし、どっちかっていうとこう周りをこう使うというか、俺はね、サイドバックで使われる側だったから、でそういうところも多少あれですか、多少というかもうボランチに入って、逆にこうベルマーレにいるより頃よりかは周りをこう見るっていう意識は強くなりました。バランスを取るっていう意識はすごく強くなりましたね。アントラーズ来てもう全然変わりましたね、その辺の。そういうところはなんかどうやって
慣れてったの、まあ、やっぱりずっといる選手から、うん、まあ、試合中に言われるそのコーチングだったりっていうのが、うん、まあ、本当にベルマーレの時とは違ったし、うん、まあ、攻めてる時もやっぱり常にリスクマネジメントっていうか、まあ、しこうまたボールを取られてカウンター食らった時のことを考えて、うん、ポジショニング取ったりとかっていうのがすごく鹿島は、みんな意思統一できてるんで、うん、まあ、そこの意識っていうのはすごく最初は戸惑いましたけど、うん、今はだいぶ慣れてきましたね。じゃあそろそろ、まあ、サポーターさんも、はい、まあ、この話を待ち望んでいたと思いますので、はい、まあ、絶対にこう知らない堀江太郎の素顔を掘り下げていこうと思いますが、まあ、この番組なんですけど、まあ、リチュールプレゼンツアントラーズリポートプレイヤーズエディションでは、まあ、ゲストに合わせて毎回テーマを決めてトークを進めていくんですが、亮太のテーマはこのようになりました。今この辺だと思うんですけど、この辺にこうスーパーが、はい、多分出てると思うんですけど、亮太、はい、スタイルということで、まあ、いろんな選手にこう話を、まあ、聞いていく中で、まあ、プレーだけじゃなくて私生活とか、はい、生活とか、まあ、長木亮太独特の素晴らしいスタイルがあると。素晴らしいですか。素晴らしいスタイルがあるということなんで、まあ、その辺をたっぷり掘り下げていこうと思うんですけど、はい、まずはライフスタイル、はい、私生活をこう掘り下げていきたいと思うんですけど、結婚して何年目に。2年目ですかね。2年目なんだ。はい。じゃあアントラーズに入った年に結婚、はい、しました。やっぱそこはなんかこう、はい、決意するものっていうのは亮太自身あったんですか。ああ、そう、まあタイミングも、うん、まあ移籍するタイミングで、うん、まあ、うん、もあったし、そうですね、まあ、うん、まあ、きっかけになったのは間違いないですね。こう移籍してきて、はい、家ではどういう感じなんですか、亮太は。結構動いてるんですか。動いてる方ですね。じゃあ掃除とかも。掃除もしますね。自ら。はい。そこはあれ、こう奥さんと分担とか別になく。なく奥さんもやるけど、うん、自分も結構やりますね。主導権は私生活で、うん、はい、握ってるのはどちらですか。主導権ですか。はい、奥さんですね。あ、そこ亮太さん、そこ大事です。大事ですか。大事です。うちも選定主導権は。そうですか。奥さんなんで。あ、本当ですか。はい。あ、じゃあ話。そこはもう一歩二歩三歩先に行かせて。そこはサポートしていただければ、はい、結婚生活がすごく、はい、リズムが良くなってくる。本当ですか。そこは本当にダメですよ。はい。そこバランス崩しちゃう。あ、本当ですか。はい。そう、主導権は常に奥様が、はい、見ていただいた方が、はい、そうですね、はい、あとこうそういえばなんですけど、奥さんも、うん、まあでも今こう普通っていうのを聞いたんで、これ質問にするのは申し訳ないんですけど、はい、天然キャラって誰かの聞き、いや、まあ、まあ番組のこうスタッフがありとあらゆるところから情報はもう入ってるんです。すごいですね。もうたくさん入る、もう仕入れてますから。あ、すごい。もういろんなところから。怖いんだけど。もう何百人から仕入れてますから。でもあれでしょ、で2人天然キャラって思ってないってことでしょ。僕もでもそんな奥さん天然だとは思ってないですけどね。でもなんかたまにその友達とかとご飯行くと言われますね、うん、2人して天然だとか。でもそれが普通なんでしょ。うん、俺はそんなにあんま、うん、天然とかはもう思わないですね。じゃあ奥さんがこうなんかして、じゃあね、こう周りの人が天然だねっつっても、はい、亮太はそれも別に普通って感じ。でもなんか言われればって感じ。それちょっと言える？エピソードですか？うん、そう。いや、言え、ダメだよ。先手はね。言えないっていうか。そう、奥さんだから。覚えてないです。そこか、皆さん、はい。やっぱりちょっと、はい、スタイル今ちょっと。だからこれっていうのはないですね。けど、うん、そうやって普通になんか会話の中でとか、なんかそれおかしくないみたいなことを言われてたりはしたことありますね、何回か。まあでもね、まあ、結婚生活の話もね、はい、
まあ、そろそろやっぱりさ、はい、止めとかないと。そうですね、ちょっと喋りすぎだったでしょ。そうそう、ちょっとバランスってすごい大事なんで、まあ、そろそろあのやめておきますけど、まあ、話は変えてですね、はい、ちょっと、まあ、趣味が筋トレ、うん、いや趣味じゃないです。いやカメラさん、この体ですからね、この屈強な体で筋トレは趣味じゃないですよ。本当に、まあ、あれでしょ、うん、やっぱりね。そうです、もう職業というか。そうです、もともと細いんで。ああ、じゃあもうそれで体を強くしなきゃいけないから始まって、うん、その意識ですね、ずっと。それはどのぐらいの時から、そういう大学、まあ、いやでも高校生の時からやってましたけど、うん、なかなか、まあ、周りと比べても細い方 で、うん、で大学入ってから、まあ、だんだんちょっとこう筋肉がつきやすくなってきて、でそっからだんだんこう、まあ、その周りと比べても、うん、まあ、自分結構そのフィジカル的に強い方、強いんじゃないかなっていうのがちょっと思ってきたのがそのぐらいですかね、うん、大学後半ぐらいですね。こう、まあ、体を強くしていく中でプレーに、こうプレーにいい影響っていうところはどういうところに、こう、でもやっぱプロ入ってそこでの差っていうか、そこが強くなったら逆にこう少し技術なくても、うん、なんかそこでなんか賄いちゃうっていうか、やっていけるというか、うん、そういうところもなんかやってて感じたんで。あと最近ね、はい、まあ、マチ君とか、うん、まあ、ユーマとか、まあ、トシヤなんかが、まあ、リョータさんにこうさん付けしますけどリョータさんに影響を受けて結構弟子入りしてるというのを聞いてるんですけど、いやいやいや、そういうのはこうやっててアドバイスが来るの？まあ、今名前言って、いや全く来ないですね多分言ってるだけです。まあでもほら、そうやって見てる、どっかで見てんじゃない、リョータのさ、そういうさこう意識が強いさ、そういうところで自分で言ってるんじゃない。そうなんですかね、馬鹿にしてるだけだと思うんですけど。そこ多分、特にユーマは、ユーマは、はい、でもユーマはなんかほらやっぱ体強くなった、強くなりましたね。いやそこはやっぱりリョータは見てるのよ絶対にどっかで見てるんだよ。ユーマはやってるのは見ますね、ちょいちょい。わかりました。じゃあ長木組は、はい、まあ、ここで解散します皆さん、もうすぐ解散しました。結成もしないです、はい、じゃあ、 あの、まあ、筋トレは、ね、こう自分の職業というか、はい、しっかり体を強くしたいっていうところでやってるっていうところで、はい、まあ、ここまではあの長木亮太選手のライフスタイルをこう聞きましたが、番組の後半ではキャラクターやプレイスタイルについてもたっぷり掘り下げていきたいと思います。お楽しみに。リフトリープレゼンツアントラーズリポート、今回は長木亮太選手をゲストに迎えています。というわけで番組の後半は亮太のキャラクターから掘り下げていきたいと思います。というわけでテーマはこちら、まあ、パーソナリティっていうことなんですけど、はい、まあ、2011年に湘南ベルマーレに、はい、まあ、入って、はい、2年目にはまあ、ゲームキャプテンということで、まあ、3年目から監督から、まあ、チームのキャプテンに、まあ、指名されたということなんですけど、うん、どうですか、まあ、そういうなんかほらもう若い時からキャプテンを託されたというところでは。やっぱやりがいはそれなりにやっぱりありましたし、でも責任がすごいあったんで大変は大変でしたね。もうだすぐ言われて、返事は、あ、言われてすぐしましたね。で正直どうでしたか、言われた時は。いや素直に嬉しかったと思いますね、うん、確か喜んだと思います。でもあの時の若かったもんね、その当時のほら、まあ、チーム、ベルマーレの周りも若かったですし、まあ、やりやすかったのもありましたね。じゃあまたさらにこう責任感がついたっていうところだと思う、はい、自分でもどうですか、性格的には、はい、キャプテン向きだと。まあそういう結構自分の得意としているところが、うん、まあ、そういう球際だったり、うん、走り、まあ、相手より走を走ったりとか、まあ、そういったこう結構サッカーのベースになる部分が多いかなとは自分で思うんで、うんうん、まあ、なんかそういったところでこう気持ちを見せやすい、うん、全面ね、うん、プレー、うん、スタイルなのかなっていうのはあるんで。湘南時代、はい、こうキャプテンっていうところでどういう役割を、はい、あんまりこう
言う人がいなかったんで試合中に。あ、その中でね、はい、だからもう自分でもそんな言うタイプじゃないんですけど、うん、もうそこは頑張って結構言うようにしたしてましたね。特にこう若い選手が1年目から入ってきて大卒で入ってきてスタメンでずっと出てる選手とかが結構いたんで、はいはい、まあ、そういった選手とかもには結構強く言ったりとかはしてましたね、意識的に。まあでもほらそうやって意識的にね、まあ、ピッチ内では強く言っていく中で、でも実は天然キャラじゃないですか。まあ、みんなね、亮太はね天然キャラと思ってないと思うんですけど、はい、まあ、周りの人は、まあ、天然キャラっていうふうに、まあ、思われてる、まあ、中で、まあ、こっちにねアントラーズに加入してきてからも、はい、そういう天然キャラっていうのは、え、最初に来てこう、あ、そろそろなんかちょっとバレてきたなっていうのを感じたのはこういつ頃だったの？いやでも最初は本当気づかれないんで、最初はどこ行っても気づかれないっていうか別に自覚してないですよ。まあまあそうね、だから普通だもんね。そうでもやっぱどこ行っても半年とかそんぐらい経つとだんだんなんか言われ始めるんで、あ、そろそろっていう、うん、そのサッカーだけじゃなくてもなんか学校とかもそうでしたし、あ、そう、学生時代の時も、学生時代の時もそうですね、クラス、あ、クラス変わってまあ半年ぐらいすると、うん、あれ長木くんこういうキャラ、なんかあれちょっと接し方変わってきたなみたいな。あ、自分でそう感じるんだ。感じますね。あ、そこあれじゃない、じゃあ駆け引きしてるんですよみんな多分。あ、みんながみんな駆け引きしてるんですよ。そろそろ、あ、ちょっと違うなっていう、そこでちょっと判断だと思うんですけど、はい、まあ、あとこれはちょっと聞きたかったんですけど、はい、こうごく、まあ、ありきたりなそのまあ練習なんですけど、はい、まあ、亮太が、はい、まあ、練習メニューで、あの亮太一人が、うん、まあ、みんなが分かってる中で、ああ気づいちゃった？それは、まあ、ある、それは自覚分かんなくてなんか間違っちゃってることが多いっていうの、はい、それは自分でも自覚はしてる？してます。なんで間違っちゃうんですか？みんなこう把握してるの？いや、練習でなんかいろいろこう制限とか、うん、あのその練習であるじゃないですか、うん、ルールとか、まあ、ツータッチいないとかね、うん、そういうのは苦手です。分かった、頭でこう複雑に考えるのが、はい、もう試合はそんなルールないのに、なんでその練習です。制限とかね、そう、試合は制限ないからね。制限ないから、うん、あ、そういう制限、制限に弱いですね。そういうところで、あ、じゃああれか、監督とか、まあ、コーチとか、はい、みんな選手もじゃあ大丈夫っていう、バカン言っときます、ボコさんに、はい、普通にシンプルな制限なしで、制限なしの練習をっていう、はい、クラブハウスに足を運ぶことができるサポーターの皆さん、今度は長木亮太選手に注目しながら練習を見るときっと一見真面目でしっかりしてそうな長木亮太選手が何かを絶対にやらかしてくれると思いますので、ぜひ、そこら辺も注目していただきたいと思います。というわけで最後のテーマはこちらです。まあ、プレースタイルなんですけど、はい、まあ、亮太といえば、まあ、みんな知ってる通りっていうか、まあ、僕も、まあ、そういうプレースタイルというか、まあ、豊富な運動量と、まあ、ボールを、まあ、奪い切る、こう刈り取る、まあ、守備力にプラス、まあ、正確な、ね、プレスキック、そのキック力、あとはやっぱ攻撃を柔軟に、まあ、コントロール、まあ、してくれるっていうところがなんかスタイルっていうふうにはすごく僕感じるんですけど、そういうところはどうやって身につけてきましたか？まあ、ボランチやり始めたのが中学生最初、うん、まあ、それまではなんか小学生の時とかはまあもうちょっと前のポジションでやってたんで、あ、で最初は初めてやったのが中学校1年生、うん、でその前はまあなんかトップ下とかフォワードとか前のプレーをやってたんですけど、はい、こうずっとまあクラブでプレーしてきてると思うんですけど、はい、まあ、これまでこう今のプレースタイルに影響していることはありますか？そういうこうクラブチームでやってきた中で、うん、もう全部今の自分を作ってくれてると
まあでもやっぱり中高のそのフロンターレが一番大きいと思いますけど、そこがじゃあ、まあ、亮太の原点っていうところ、まあ一番今自分の作ってくれてる一番大きなウェイトを占めてるんじゃないかな。じゃあ止める蹴るっていうところ、はい、まあ、ユースでこうプレーしてた時は、まあ、川崎フロンターレのね、はい、ユースでプレーしていた時やっぱりプロは当然意識はしてました。はい、もう上がる前提がプロ前提で考えてました。あ、まあ、そこでトップチームに、ね、はい、昇格できなかったわけじゃないですか、はい、まあ、大学から、まあ、改めてこうプロの生活というか、まあ、湘南に入るんですけど、大学のこう4年間、はいはい、そこでなんかこう反骨心というかそういうところは、まあ反骨心というかもう本当にプロだけを目指してやってましたね。もうそれだけをその一点だけでしたね目指して、はい、やっぱり湘南時代もね、はい、こうそうだったと思うんですけど、やっぱりこうポジション争いっていうのは、はい、まああるじゃないですか、はい、でやっぱりこうじゃあ何をこう自分でこう武器にしていけばポジションをこう掴めるなっていうのは、うん、こうどういうところを考えてきたっていうのはある。そうですね、うん、まあ、大学 3,4 年ぐらいから、うん、そういうなんかボール奪う楽しさとか奪う特徴が自分の中ではっきりしたんで、うん、まあ、それはもうずっと自分のストロングポイントとしてやっていこうかなっていう。あとはやっぱり、まあ、アントラーズに、まあ、加入してきて、まあ、ボランチ、まあ、主にボランチやってますけど、はい、まあ、その中で、まあ、ライバル、まあ、すごいこう高いレベルで、まあ、競争はしてると思うんですけど、まあ、今東亮太的に一番こう意識してることっていうのは何かありますか。そうですね、まあ、試合にやっぱり、自分が出たらっていうふうに考えて、まあ、やっぱりまあ、鹿島にいるとみんなそうなると思うんですけど、うん、まあ、勝たせる選手っていうか、うん、やっぱり勝つために勝つことを前提において内容じゃなくて、うん、それを前提においてなんかいろいろ考えたり するんで、まあ、いろいろありますけど、そのさっき言ったポジショニングのこととか、まあ、自分がやりたいことを我慢してそこ行かないでそこのポジションとどまるとか、うん、まあ、そういうのはすごく最近意識したりとか、守備のポジショニングとか今まであんまり考えてなかったんですけど、そういうことって考えるのかな、はい、でも本当に鹿島に来てそういうプレーをしながら頭で考えたりっていうことは多くなったんで、うん、本当になんかすごいいい経験してるなっていう思いながらやれてます。今年は、まあ、とにかくね、まあ、ゲームが多いということで、まあ、コンビを組む相手が、はい、まあ、今言ったんですけど、まあ、試合ごとに違うっていうところもそうだし、まあ、センターバックが、はい、まあ、2人とも、ね、入れ替わってるっていうところも、うん、まあ、ある中で、亮太自身はこうどういうふうにこう感じてますか。いやそうですね、まあ、自分にこう求められてることは大体わかるんで、うん、まあ、それをやっぱり、まあ、それをこう期待されて使ってもらってるんで、まあ、その期待に応えられるようなプレーをとにかく、まあ、まずはやって、うん、まあ、その上でまあ少しこう自分の、その期待以上のことを出せればなっていうのは意識してやってますけど、ガツガツいくというか、まあそうですね、前のこう精神力だったりっていうのは、うん、まあ、言われてるんで、まあ、そういったところは意識してやるようにはしてますけど。わかりました、まあ、あとこうとにかく、まあ、怪我にだけは本当に自分気をつけて、はい、あとはこう皆さん見てる人も思ってると思いますし、まあ、僕もまあ本当に声を大にして言いたいんですけど、はい、練習メニューだけはまあ、間違いないようにまあまあね、サッカーはまあ間違いもあると思うんですけど、はい、まあそんなに、はい、まあ、間違いないように、はい、まあ、チームに迷惑をかけないように、はい、ね、これからもぜひ頑張っていただきたいと思います、はいはい、というわけで、エリクシルプレゼンツアントラーズリポートプレイヤーズエディション、今回のゲストは長木亮太選手でした。
長い時間ありがとうございました、はい、ありがとうございました。次回もお楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。